イヤーギャイン、どうもどうぞよろしくお願いします。ジャイロスキアチャンネル始まりました。さあ今日はね、何をやるかと言いますとですね、やっぱりウドちゃんと私の勝負を期待している方もいらっしゃるということでね、今日は大人のお菓子3本勝負という。いいね。今日はですね、ガリガリ君、カステラ、うまい棒、この3つのお菓子を使いましてですね、それを早食いするというね、単純明快な企画です。ありがとうございます。親しみがありますから、子供の頃から早食いって、まあ、うまい棒も口の中入れればじゃなくて、まあ、ちょっとのカスはしょうがないけど、飲み込めばっていうことですね。あ、口の中入れるのはできると思うんでね。飲み込むまでね、袋開けとく、開けるの手間取ると嫌だもんね。開けとこうか。この色、この色、この色がいいんだよ。紫のパッケージにこの色が。キャイーン、よーい、スタート。全然入ってない。いやいや、もう最後ね、早かったから一気に飲んじゃったの。一か八かで、一か八かで飲んだら飲めた、飲めた。今2戦して2引き分けなので、うん、これがもう、今までの対決意味なかったってこと。これだけで良かったんじゃない。うわぁ、冷たそう。食べ終わって、もう上に重ねてください。はい、これも口の中ないね。はい、口の中ないじゃん。よーい、スタート。はい、何なんだ。やっちゃった。その前にみんないいかな。当たり。当たったの。いや、俺負けても悔しくない。もう一本もう一本あるから。キャイン、今度はあれだな、熱々スーラータンメンでやろうぜ。いや、熱いよ。俺熱いよ。熱いよ。ということで、ウドさんの勝利でございます。やったー、勝ちました。嬉しいわ。
だなんだかよくわかんない対決だったけど、いや夏場やりたかったね。暑いのが。こんなおじさん2人にですね、早く食べてほしいものある方、こちらまで。それくらい早く食べてほしい。そうですね。誰か食べた後にガリガリ君とか。ガリガリ君の家超えられないから毎回出そうでやだよ俺。いやありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。キャイグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。